ゆっくりマリサと、ゆっくり霊夢です。歴史的な有名人は替え玉説が多いのは知ってるだろ？噂はいろいろ聞くわね。今回はかの有名なマリー・アントワネットの替え玉説だぜ。え？じゃ、ギロチンにかけられたのは本人じゃなかったってこと？そのあたりの噂も含めて語っていくぜ。よろしくお願いするわ。ギロチンで死んだのが本人だったか偽物だったか、その問題はともかく、マリー・アントワネットに扮した女が実際にいたんだぜ。え？一体どんな人だったの？彼女は娼婦だった。王妃様役を娼婦が代わりに？それはある大事件だった。マリー・アントワネットの権威が失墜した要因の一つだぜ。事件になっちゃったのか。世に知られた首飾り事件ってやつだ。どういう事件か知らないわ。首飾り事件はいろいろ複雑だが、簡単に説明していくぜ。わかりやすくお願いね。マリー・アントワネットに扮した娼婦についても、後で詳しく教えるぜ。それは楽しみ。まず、当時のフランス王国にロアンという名の枢機卿がいた。枢機卿だから当然、カトリック教会の聖職者だ。ところがロアンは野心満々、最小の座を狙っていたんだぜ。カトリック教会のお坊さんなんでしょ？政治的野心を持ったらまずいんじゃない？ところがヨーロッパの歴史は、聖職者によって左右されることが多かった。ルイ13世や14世の時代にも、枢機卿が最小だったことがあるんだぜ。日本じゃ同郷くらいしか思い浮かばないけど、リシュユーやマザランという枢機卿が、政治を牛耳っていたわけだ。マリー・アントワネットの時代のロアンも、権力を狙ったんだぜ。で、そのロアン枢機卿がどうしたの？ロアンは野心があるだけじゃなくて、大変な贅沢好きだった。だから信心深いマリー・アントワネットに、やたらに嫌われていた。マリー・アントワネットだって贅沢ばっかりしてたのに。ロアンは、王妃の母のマリア、テレジア女帝にも嫌われていたからな。権力者に取り入るのが下手な男だったのかもな。生臭坊主って感じかしらね。ロアンは野心を満たすため、マリー・アントワネットに気に入られたかった。ところが、マリー・アントワネットは感情的にロアンが大嫌い。じゃ、ロアン大司教は何かを仕組んだのね。お坊ちゃま育ちで頭も良くないロアンは、陰謀なんて仕組めない。ロアンの野心を悪用して人儲けしようとする、悪党に目をつけられたのさ。あら、ベルバラの世界もドロドロね。その悪党はラモットという伯爵夫妻だ。もっとも本当に貴族だったのかは、かなり疑わしい。そんなことがまかり通っちゃったのね。当時のフランス宮廷は、かなり怪しげな人物が出入りできるくらい好きだらけだ。で、ここで首飾りが登場する。どんな首飾り？160万リーブルの代物だ。現在の金額で200億円って説もあるぜ。なんとダイヤモンドが500個以上使われてたそうだ。200億円。そもそもは美男で有名だったルイ15世が、愛人のデュバリー夫人に贈るつもりだったんだぜ。ルイ15世が死んじゃって、宝石商もこの首飾りの扱いに頭を悩ませていた。マリー・アントワネットに買ってもらわなかったの？その通り。実際に宝石商は、マリー・アントワネットのところに持ち込んだ。しかしさすがのマリー・アントワネットも、200億円には手が出せない。なるほど。で、詐欺師は何をやったの？ラモット夫人は、私はマリー・アントワネット王妃と仲良しですってロアンに嘘をつく。マリー・アントワネットとロアンの仲を仲介するって主張したんだぜ。枢機卿様ともあろうお方がそれを信じちゃったの？ロアンは身分は高くても大頭の出来はいまいちだったからな。ラモット夫人の言をホイホイと信じて、大喜び。単純な男ねえ。悪党のラモット夫人は、ロアンのバカぶりを利用した。マリー・アントワネットが、200億円の首飾りに執着していたことも悪巧みに活用だ。王妃も枢機卿も手玉に取るなんてすごい度胸ね。ラモット夫人は王妃の言葉としてロアンに伝えた。お近づきの印に200億円の首飾り、私の代わりに受け取ってきてくださる？え？でも王妃はそんなこと言ってないんだよね？もちろん言ってない。ラモット夫人はロアンを信じさせるための策を練る。そこで替え玉が登場したわけだぜ。それが娼婦だったのね。その通りだ。ベルバラを見てると、マリー・アントワネットはすごい美人でしょ。だな。実際にはハプスブルク家の典型で、わし花とちょっと出たした唇の持ち主だったけどな。化粧は上手いし、立ち居振る舞いも優雅で、魅力的だったことは間違いないぜ。ロアン大司教様を騙せるような替え玉、すぐに見つかったの？マリー・アントワネットの体型は、研究で結構明らかになっている。一説には側腕症があって、両肩が非対称だったそうだ。へぇ、肖像画を見てもわかんないけど。身長は170センチ弱、足のサイズは23センチくらいだったようだぜ。あら、意外に高身長。ちなみに、漫画では小太りのおっさんに描かれる夫のルイ16世は、190センチあった説もあるぜ。夫は身長に関してはイケメンの部類ね。それも意外。まあ諸説がある。マリー・アントワネットは154センチの低身長という説もあるからな。ハイヒールでごまかせたのかもね。
驚くべきは3サイズだ。ウエストは58センチ、バストは109センチだ。残念ながらヒップは不明だ。うろう。ジャストサイズを見つけるのは大変。仕立て屋が作るからサイズは問題ないぜ。とにかく、バービー人形みたいに凹凸がはっきりした体型だったわけだ。いつもレースひらひらのドレスばかり着てるイメージだから、わかりにくいけどね。しかし、このバービー体型や白い肌という条件をカバーする替え玉が必要だった。それに該当したのがある娼婦だったわけだ。王妃の面目丸つぶれね。どうやって見つけたの？フランス王族の一人に、オルレアン公爵という男がいた。パレロワイヤルなんていう、貴族的な宮殿を所有してた公爵様だぜ。響きが素敵ねえ。パレロワイヤルの庭は、一般市民にも開放されていたそうだ。オペラハウスみたいな娯楽施設もあった上に、なんと召喚があったそうだぜ。王族の館に娼婦がいたってこと？そうだ。そもそもオルレアン公爵は、マリー・アントワネットを欲を持ってなかった。好きあらばスキャンダルを起こしたかったんだろう。じゃ、公爵様がマリー・アントワネットの替え玉を見つけたの？というより、娼婦自身がかなり目立つ存在だったらしいぜ。パレロワイヤルで、プチ王妃というあだ名があったらしい。その替え玉は一体どんな人だったの？ニコール、とオリバって名前で知られてる。名前だけ聞くととても貴族的だけど、一応ブルジョア階級の出身だったんだぜ。回顧録によると幼くして孤児になったそうだ。戸籍上はニコール、ル、ゲッテナだ。と、オリバはちょっと貴族風に気取ったんだろう。身分にふさわしい教育者も監督者も、幼児期にいなかったそうだぜ。それは気の毒だけど、だからっていきなり娼婦？自分が美しいことを知ってたんだろう。手っ取り早く豊かになるには最短の道だ。ニコールの目論みは当たった。パレロワイヤルに出入りし始めてすぐに、有名になったんだぜ。どうして？王妃マリー・アントワネットに、そっくりだったからだ。だからプチ王妃ってあだ名がついたわけだ。じゃ、ニコールも美人さんでモデルバリの体型だったわけか。あまり頭が良くないロアン・スー機長を、騙せるくらいのレベルはあったんだろう。でも、娼婦が王妃様を演じるのは簡単じゃないわよ。ロアン大司教との密かな会合は、詐欺グループもいろいろ工夫した。ニコールに、マリー・アントワネットが好んだ白い衣装を着せて、ツバビロの帽子で顔を隠したそうだぜ。しかも姿が隠れるように、木立の中で行われた茶番だったんだ。なるほど。そのくらいの紛争と舞台は必須ね。ニコールは本物の王妃に扮して、ロアン・スー機長に手紙とバラを与えたって言われてる。大司教様は大喜び？もちろんだ。すっかりマリー・アントワネットに気に入られたと勘違い。宝石商から200億円の首飾りを受け取って、詐欺師のラモットの夫人に渡しちゃったんだぜ。あらー。でもこの事件、マリー・アントワネットもニコールも別に悪気はないのね。そうだ。マリー・アントワネットは巻き込まれただけだし、ニコールもほんの一役買っただけ。ただしかなりの報酬をもらったらしいけどな。王妃に扮して数機長を騙すなんてリスクが高いもの。当然じゃないの。でも安っぽい計画だろ。当然宝石を盗んだ一味は逮捕された。マリー・アントワネットは激おこだ。でしょうね。替え玉のニコールはどうなったの？彼女もなかなか一筋縄ではいかない人生を送った。報酬もらってはいおしまいってわけにはいかなかったのか。肝心の超高額首飾りは、詐欺師たちがダイヤをばらして転売しちゃったために散逸した。転売ヤーにしてやられたわけだ。で、マリー・アントワネットの命令で、関係者たちは揃って逮捕された。まあ、当然よね。ところが当時はフランス革命前夜。パリの裁判所は、逮捕者に寛容な判決を下したんだ。マリー・アントワネットはこの事件の被害者なんだが、結局裁判で負けたようなもんだ。ニコールも逮捕されたの？そう。逃亡先のブリュッセルで、愛人の男と逮捕された。恋人がいたのね。ちょっと救われる感じ。逮捕されたニコールは、パリのバスティーユに投獄された。そして投獄中に、なんと愛人の息子を産んでいる。逃亡中に愛がドラマチックに盛り上がって、妊娠しちゃってたりして、当時の世相は反マリー・アントワネットだった。おかげでニコールも無罪放免となった。よかったわねー。じゃ、愛人とお幸せに？残念ながら愛人はニコールを捨てちゃったんだぜ。後に情熱的な革命家になってる。息子の行方も不明のままだ。かわいそうなニコール。いや、そうとも言えない。なんと次は、裁判中に弁護を務めた弁護士と恋仲になっちゃった。へぇ、やっぱり口王妃と呼ばれるくらいの、魅力があったのねー。でも男運が良かったのか悪かったのか。結局この弁護士との関係もすぐに終了。ニコールのことだから、次の男を見つけたんじゃないの？ところがどっこい、この後は改心して、売春とは無縁の真面目な生活を送ったそうだぜ。そして最後は修道院で死んだ。まだ27歳だったそうだ。その若さで、やっぱり王妃の替え玉務めて、ストレスもあったんじゃないの？残っているニコールの肖像画を見ると、確かに年齢より老けている。実際には、マリー・アントワネットより6歳くらい若かったんだけどな。
なんだか、ニコールに非はないけど、マリー・アントワネットの不運に巻き込まれた感じ。全く同感だ。フランス革命前夜の混乱の犠牲者って感じだ。ところでマリー・アントワネットの生存説って、信憑性があるのかしら？それは後で説明しよう。ところでマリー・アントワネットの息子も、生存説が当時から山ほどあったんだぜ。息子はギロチンにかけられなかったんだ？幸いにして、マリー・アントワネットの二人の子供はギロチンにかけられていない。だがルイ17世になるはずだった息子は、ある意味ギロチンよりひどい死に方だったぜ。どういうこと？マリー・アントワネットの第二王子だったルイ17世は、幼少期から超一流の学者が家庭教師だった。ところが革命の最中、王子はマリー・アントワネットから引き離される。預けられた先はなんと、字も読めない靴屋だ。王子様、何歳だったの？まだ10歳。マリー・アントワネットに鉄槌を下す意味で、王子の扱いは囚人以下だったそうだぜ。おまけに、母や叔母に自慰行為を教わり、送還していたって言わされる。いくらなんでも、10歳の子供と母子相関は非現実的ね。そもそもマリー・アントワネットの夫は、結婚後数年はインポテンツで成功できなかった。その事実は宮廷でも知られていた。革命派は、嫌味で息子との相関をでっち上げたのかもしれないぜ。マリー・アントワネットにとっては、精神的拷問ね。王子は結局糞尿にまみれて性病にされ、栄養失調と肺病で死んだそうだ。まあそんな悲劇もあって、我こそ本物の王子って人間が、うじゃうじゃ登場した。へぇ、真実はどうだったんだろうね。王子が幽閉中に、アヘン漬けの子供と交換したって説がある。口が利けない男の子と入れ替えたって主張もあるぜ。シェイクスピアの戯曲みたいな筋書きね。19世紀に掘り返した墓から出てきた遺体は、身長が163センチもあった。10歳にしては高すぎるっていう学者もいたしな。お父さんが190センチもあったら、息子もそのくらいあったかも。ナウンドルフって自称王子は本格的だった。ここにノルマンディー降臨とブルボンが眠る。なんて、自分の墓に刻ませたんだぜ。実際に王子だったら歴史を変えられるもんね。だが結局、近代の DNA 鑑定で偽物は皆否定された。残されていた王子の心臓と、マリー・アントワネットの遺髪が決め手となったそうだぜ。どっちにしても悲しいお話だわ。ところで、肝心のマリー・アントワネット生存説はどうなってるの？彼女の生存説はあくまで噂の勢いでないんだぜ。それでも知りたいわ。フランスの民衆には不人気だったマリー・アントワネットだが、お付きの者たちには慕われていたらしい。だから革命中に捕らわれたマリー・アントワネットの、身代わりになるって言い出した侍女がいたって話だ。でも DNA 検査では本人だったんでしょ？それもある噂では、マリー・アントワネットの娘の DNA が家族と一致しなかったって話もあるぜ。マリー・アントワネットの娘の DNA は、フランスとオーストリアの王室とのつながりがなかったらしい。あらー、じゃ、娘の遺体は本物じゃなかったのかしら。別のミステリーね。フランス革命は、とにかく複雑で陰険なことが多くて謎だらけだな。ルイ16世とマリー・アントワネットが、バレンヌに逃亡する事件があっただろ？うん。ベルバラで読んだわ。マリー・アントワネットの恋人のフェルセンが、お膳立てするのよね。あの辺りで替え玉を使えた可能性は十分ある。マリー・アントワネットの頭髪が、一夜で白髪に変わったというエピソードも怪しいだろ。恐怖のあまり一夜にして白髪になったっていうの、有名よね。マリー・アントワネットは、プラチナブロンドだったらしい。白髪だらけの誰かと入れ替わって、恐怖のせいですって言い訳したかもな。偽物がバービー人形体型じゃなくても、恐怖と辛労で痩せちゃいましたって言ったのかもね。それに夫のルイ16世がギロチンで死んだ後は、未亡人らしくベールをかぶってる。それもまた、偽物であることを隠蔽するには好都合だったはずだ。もしマリー・アントワネットが生き残っていたら、どこに行ったのかしらね。実家のオーストリアの皇室は、マリー・アントワネットの甥っ子の代だ。親身になっておばのマリー・アントワネットをかくまったとは思えないな。じゃ、やっぱり恋人のところかしら？フェルセンは再退した記録がないし、フランス革命後は故国のスウェーデンに戻ってる。生存したマリー・アントワネットの行き先としては、最も安全で理にかなっているぜ。マリー・アントワネット、夫と子供を牢獄に残して逃げられたのかしら？ベッドでの関係がいまいちだったルイ16世だから、案外負い目を感じて、妻を逃がしたかもしれないぜ。ありえない話だけど、可能性として想像するのは面白いわね。ということで、今回の動画はこれまでだ。よかったらチャンネル登録や高評価、スーパーサンクスでの応援をしていただけると、動画制作の励みになるので、よろしくお願いするぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。